はい、こんにちは、レトルトと申します。ライフイズストレンジ実況プレイ、始めていきたいと思います。前回結構ね、なんか推理が進みまして、レイチェルがいるかもしれない場所の、なんか、場所の当てがついたってとこですね。この、姉さんが言ってた、レイチェルは暗い部屋の中、暗い部屋の中って言ってた、文字があったと思うんですけど、その暗室の場所が、ここの納屋なんじゃないかなってとこが少し分かりました。レイチェル下手したら死んでる可能性もありますが、伝言板のメッセージ嬉しかったよ。もう絶対消さない、消さないでね、ずっとだよちょっと仲良くなりましたね。ちょっと他のやつに取られそうになったので、ちょっとね、つばつけとくかって感じなのかな、マックスちゃん的にも。太いタイヤの跡、もしかして姉さんの SUV？ 姉さんは殺しをしてしまったのか。クロエは怖いものなし。その力はどこから来るの本当だよ。ほら、またリスがいる。どこ行くの、リスさん。ああ、おうおうおお、登る登る。なんか変なことならない？写真撮れる？リスどこ行く？すげえな。大丈夫？降りれなくなってない？お、見る。古い車、これはさすがに調査対象じゃないかな。これは関係ないと。お、鳥がいる。ゆっくり行け、ゆっくり。写真、オッケー。今飛びかけたな。よし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 、いい写真が撮れました。やっぱいなくなっちゃわないね、こんな近いのに。あれ、見なくなっちゃったか。あ、ここは金属板。こっから入れるぞ。鍵かける意味全くないな。入り口あったよ、こっち。ジェイソンいそう。でかしたな、さすがだ。何、いやー怖いな。気味悪い場所、鳥肌立ってきた。しっかりしろよ。お、なんか写真貼られてる。おい、なんかあるぞ。何？音立てないで。いないか。ずいぶん古そうだね。なんだ、ハズレか。待って。秘密基地だったりすんのかな。ハリー・アーロン・プレスコット氏設立の図書館が完成。空前の核シェルターブーム、プレスコットファミリーの影響で。新聞の切り抜きだね。私は周りをよく調べてみる。うん、やっぱプレスコット家の所有物っぽいな。プレスコット家に関するクロエも探偵の素質あるかも。トラクター、使い古されたトラクター。やっぱ納屋だから倉庫って感じかな。こんな場所にわざわざ来る人なんていない。でもこの後は何？箱、死体入ってないだろうな、怖いぞ。プレスコット家は先祖代々ろくでなし。1903年だって。親愛なるリンドン氏、あなたが滞納している未払いの借金についてお知らせします。プレスコット家の事業は無認可かもしれませんが、我々は実業家であり、契約は絶対です。当家はあなたの沈黙を当家の侮辱と捉えます。あなたには今回の布石に10% の利子をつけて支払い、書面での謝罪を要求します。これらが1903年7月24日までに、完了されない場合、我々は必ずあなたの人生を生き地獄にします。うわ。敬語で書いてあるけど、ものすごい脅し文句が書かれてんな。お、写真がある。うわ、古き良き農場って感じ。元々とはかなり綺麗だったのかな。ボタンあるぞ。この古いボタンじゃロープも滑車もきっと動かないよね。電動式だったんだな。死体出てくんなよ。ん？何これ。あ、今ゾンビが出てきても武器はあると。ゾンビ出てきそうだわ。フック、干し草を持ち上げるためのフックだ。昔のホラー映画で見た豆知識。これ絶対13日の金曜日なんじゃないの。干し草、
これもゴミ。星草の中には何もなし。調べる。昔はこんなに安かったんだ。卵が 0.1 ドルもしないってことか。14セントみたいな感じか。なんかでも地面、え、腐った板。あー、びっくりした。なんかやだな。ここも無い？なんか調べられそうな地面多いな。ここはさっき調べた地面か？おおおお、なんか出てきた？秘密を暴いてやる。え？何これ？やばいよこれ。まだ新しい。どうして？軟禁状。さすがに素手でこれを開けるのは無理か。さっきのあれじゃない、フォーク。怪しいハッチを見つけたけど鍵がかかってるみたい。もっと調べてみるね。なんかあったら呼んでくれ。これじゃない？古い農具で錠前が開くわけない。あ、これじゃダメ。他を探さなきゃ。フックで引っ掛けて、で思いっきり上げればゴーンみたいな。ボタン押せるか？よく調べてくれ。絶対なんかあるはず。とんでもないものが。この古いボタンじゃロープも滑車もきっと動かないよね。虫草箱、南京錠、これでいいのかな。まずはこの錠前を何とかしないと。上に繋がっているから、あれをどうやって動かせばいいんだ。どうやって動か、2階に、あ、足場。ロープは上の足場に続いてる。登ってみよう。クロエ、乗れんの？ちょっと手伝って。お安いご用だ。おお、すごい。どうだ眺めは。偉くなった気分。怖いことすんな。古いモーター引く。うわ、これで崩れるぞ。これをくぐりつけて落とせばさ。ここで登んのか。はい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 。はい。上行きまーす。気をつけてな。おお、怖い怖い。引く。なんかないかな、他に。ん？写真？フクロウだ！イエーイ！すげえ、かわいい。何撮っとんのや。誰に許可取って写真を撮っとるんやって顔してる。袋買いてえな、ちっちゃいやつ。でも生きたなんかネズミとかじゃないとね、餌がね。そのまま引っ張ったら手が切れちゃう。何か重いものに結びつけないと。重いもの。さっきのモーター。時間戻すのか。ここの上登って時間を戻せば。やっぱそうだよね、落ちてないことになるから。モーターがこれで、ある！すげえ便利だ。よし、これで落とせば引く。いつでも手伝うぞ。うっす。これで落とせば、その勢いで、そう、南京錠が取れると。さすがマックスガイバー。ガイバー。大丈夫？ああ、もう二度と登れないよ、これ。
さあ、怖いですよ。こっからですよ。こんなとこにね、レイチェル閉じ込められたら、普通に考えたら死んでますからね。死んでたらもうクロエがさらにかわいそうだよ。ますますかわいそうだけど。8。腐ってたりしないだろうな。重い。階段。やば。ピンが。割とちゃんとしてる。新たに作られた感ある。見るからに怪しいと思わない？ああ、怪しいですよ。誰が作ったの？プレスコット家の誰かでしょ。先に行くんだもの。俺が頑張ったのに。さあ行くぞ。研究所みたい。打ちっぱなしの地下室。現実じゃないみたい。使う？知らない。うん、これじゃない。待って。錠前の次は電子機。よっぽど人に見られたくないんだね。うんうん。これは壊せない。コードを入力しなきゃ。なんかあったっけ？え、コード。コード知らんで？よく見たら、245がすごい、なんか使い古されてない？何のヒントもないなと思ったから。やっぱりダメか。今、ロックしたよね。え？あー、なるほど。かすれてる数字をいろいろ試したら。なるほど、そういうことか。542。よし！やった。スパイ映画みたい。ってことは結構古いものなんだな、この、ここの部屋ってのは。よし、開いたよ。都合の悪い人物を殺してここにみんな置いてたらやだな。プレスコット家にあだなす者たちをさ。非常用シェルターか。ここが暗室？本格的だな。あ、そうか、シェルターって書いてあったな。シェルターを流行ってるみたいなさ、どっかで文章あったよね。大丈夫かこれ。ここは一体何？飲料水。デイビッドのガレージみたい。これはなかなか長く生きれそうですよ。各シェルターマニアの俺が言ってますからね。各シェルターゲー超やってるから。非常食がこんなに。で、クロエがものすごく驚いてるけど。この缶、デイビッドと同じ店で買ってるんだ。デイビッドと、ああ、デイビッドのあそこにも置いてあったかな。うわ、ネイさんの精神状態本当にヤバそう。ジャコビー医師、ブレスコット様、プレスコット様、5年以上ネイさん君の精神会を務めてまいりましたが、姉さんくん、そして彼の周りの人間を守るための再三の忠告をお父様であるあなたに聞き入れていただけない以上、彼の診察を続けるのは困難であると判断いたしました。お父様は姉さんくんが抱える問題をすべてご存知であるにもかかわらず、彼の心の健康において自身が伴うべき役割を放棄しています。あなたの協力なしでは、私は姉さんくんの治療を続けることができません。彼は一見するとわかりませんが、どんどん現実がわからなくなっているようです。私からのお父様とお母様の面談の申し入れに対し、ご返答がありませんでしたので、これ以上私の診察は必要ないと思いであると判断いたします。しかしながら姉さんくんのことは非常に心配です。ご子息には適切な治療が必要なのです。このことについてお話がしたいということであれば、いつでもご連絡ください。もう姉さんの精神状態も異常なんだな。地下室にダクトテープって、嫌な予感しかしない。やめろ、本当に。フォトプリンター？超でかい。姉さんには最高級のプリンターじゃなくちゃね。すごいな、これ。こんな居心地のいい隠せるってあるのってぐらい。この金持ちめ。え？ハワードロ、あ、ここの建設費用ですか？100、1000万、10万、100万、13億ぐらいかかってない？これ。金持ちとかいう領域じゃない。いやだ、気持ち悪い。なんか姉さんの趣味がものすごくここにあるから、
ほぼ姉さんの資質と言っても過言ではないのかな。ここには何が。え、あ、嘘、そんな。え、薬で、薬でなんか眠らせたケイトをここで。姉さんと父親ってどうなってるの。姉さん、自分の電話で連絡するなと言ったはずだ。使い捨て携帯を渡しただろ。それともう公共の場で僕の名前を叫ぶんじゃない。わざわざここまで準備していろいろ教えてやったのに、思春期の問題でめちゃくちゃにされたらたまったものじゃない。二人なら大きなことを成し遂げられる。僕に導かせてくれ。さもなくは君は一人だ。なんかやべえな。調べる。やめろよ。よかった。レイチェルある、レイチェルある。どうした？なんか見つかったのか？うん。これは、ビクトリアって書いてあるけど、カラだよ。こっちのはケイトだ。何これ。ひどい。くそ。え？姉さんの野郎。ケイトだけじゃない。他にもこんなにたくさん犠牲者が。ビクトリアが危ない。姉さんは今夜のパーティーでビクトリアを狙う気だよ。レイチェル。違うよな。これ全部、やらせだよな。そうだろ。なんか、裁かれてなかった？多分、本当に。きっと、姉さんから大金もらって、それで、モデルとして。何のために？わざわざ地面を掘ってまで、しかも、これどこ？廃品置き場だ。今すぐ確かめに行こう。奴が何をしたのか。レイチェルが死んでるわけない。全部やらせだって。決まってる。やば。何その精神が病んでるってのはさ。レイチェル、ケイト、このファイル全部。薬で。本当に怖くなってきた。薬で分かんなくして、ここでもうなんつうの、悪逆非道の、自分のなんつうんだろうな、欲望のままなんか、やって、それをファイルしてたってこと？やべえよ、マジで姉さん。朦朧として、取られてるのにも、目がいってるもん。意識がなかったのが、せめてもの救いなのかも。これが姉さんのアートってことかな、じゃあ。この写真は他と違う。意識があって、すごく怒ってる。確かに美しいな。気を失ったレイチェルの口に何か入ってる。何が起きたの？そう、ガムテープで手を縛ってる。やらせだよね。本物だなんて信じられない。奥にいるのは姉さんか。廃材置き場っぽいもんな。死んでんのかあれ。やべえアートを撮っていたってことか。そう、フォトスタジオだもんな。世界が終わっても映画見れるね。やば、とんでもない悪だなこいつ。高い機材がこんなにたくさん。姉さんがもうマジの黒幕なのか。レイチェルとケイトの記事ばっかりだ。やっぱ気になってんだな、バレちゃうみたいな。ウイスキー好きがいるんだね。そら精神状態やばいですよ。うわ、やっぱそういうことなんだ。サイン付きの絵、本物だ。この場所にぴったり。なんかいっぱい出てるよ。注射器。注射器？やだ。薬もあったよ。これ全部フランクから買ったのかな。いや、結局さ、フランクが売ってた薬によって、薬の倍にしてたことによって自分が愛せた人間が死んじゃったわけだよ。そうなるとあれだよな、本当に因果応報というか、悪いことはするもんじゃないなって感じですけど。で、YouTuber がここを羨むだろうな、すごい高い機材がこんなにたくさん。
レイチェル、いや、ケイト生きててよかったな。結果死んじゃうところだったわけだ。兄さんがマジでやべえやつなことは分かりました。行くぞ。埋まってんのか、あの訪れたさ廃材置き場に。おお、急いでる。帰ってきた廃材置き場。待ってよクロエ、ねえこっちだ早く。ここで姉さんと一緒になんか寝転んでる感じだったよね。ここだ間違いない。あれを写真撮ってたから誰かが撮ったってこと？それともあれかな、あのセルフタイマーかな。これある？ある？そんな、ええレイチェル、嘘だ、うわ信じない。埋まってんの？こんな浅いとこに埋まってんの？手でかけるぐらいの。うわー、死んでんのかよ。落ち着いて、親友だったのに。もうかわいそう、絶望な子やで。こんなのあんまりだよ、あんまりだ。かわいそう。フランクにも言ってやろうぜこれ。で潰そう、ぶっ潰そうぜ姉さんを。マジか、残酷すぎるな真実が。お父さんも死んで、結局レイチェルも死んで。あ、身近が守護霊のね。そういう、それをデイビッドは本当に一生懸命探っていたってことなのかな。あれぐらい調査していたってことなのかな。まだたどり着くことはできなかったけど。いやーひどいな、やってることがやばすぎないか。どうなってんだよおい、月が二つ見えてんじゃん。やべえ、薬で幻覚見てる。ノンキーパーティーなんかしやがって。もう怒りだよ、ね、今すぐ警察に行ってもいいんだよ、証拠があるし。嫌だね、それじゃレイチェルが浮かばれない。犯人に報いを受けさせて仇を取る。銃持ってんな。プレスコット家がどんだけ力を持ってようが私を止めることはできない。まだ銃持ってんな。だろ、最後まで付き合うよ、当然でしょ。大丈夫かな。ん？でもこの事件と天変地異の事件はまた別だもんな。持ってるよ。パーティーに潜入か。名前を書いたからプールサイドでさ、パーティーのメンバーに。マジか。日食の次はこれかよ。ねえ、なんか輪郭が変じゃない？二つともそっくりだな。あれ何？ちょっとクロエ、空を見て。うわ、月が2つある。幻覚じゃねえ。世界が終わるならそれでいいさ。分かってるの？何かの予兆だよ、絶対。ああ、姉さんの人生が終わる予兆だ。やば、何が起きてんの？世界の終わりにようこそ、お嬢さんたち。俺をエスコートしに来てくれたのかい？どうした、どうした？ご機嫌だね。あの後大丈夫だった？止めてくれてありがとな。姉さんはマジでやばい。お前大丈夫？なんか今どこにいる？あの後寮では見てない。俺はずっと部屋にいたしな。もしかしてお酒飲んでた？お酒飲んでたか。コップ半分で飲んだとみなすならね。もうフラフラじゃん。なあ待てよ、
引き止めて悪いけど、一枚だけ写真撮っていいか？なんだか本当に世界の終わりが来たみたいな気がしてさ。大丈夫か？死亡フラグじゃないか？もっときたいんだよ。うん、気持ちはわかるよ。わかってるわかってる、俺うざいよな。最後の思い出みたいな。あー、いいよ。よかったね。バカバカしい。行くぞマックス。ごめん、普通の高校生っぽいことして喧嘩のことは忘れたかったんだ。俺人を殴ったのは初めてなんだよ。ずっとやられる側だったからさ。陰キャ切れちゃったみたいな感じだしな。もう少しだけ協力して。姉さんを見たらすぐ連絡していい？向こうには気づかれないように。大丈夫、俺存在感ない方だから。そんなことないよ。じゃあ後で。どうしたんだよお前。なんでそんなやさぐれちゃったんだよ。なんかお前の様子おかしいぞちょっとね。初めの慎重な、なんていうの、そんな感じでどこ行って、わー、ついにボルテックスクラブに侵入だ。そしてビクトリアが危ない。猫画像が入ったタブレットは知らないよ。なんだ猫画像って。クロエどこ行っちゃったの。クロエもうズンズン入って、あセラ、セラボルテックスクラブをなんかハロウィンパーティーがなんかみたいな。世界の終わりへようこそ。荷物があったら預かるけど。いい。ところで姉さんは来てる？来てないよ、見たくもないけど。っていうかさっきも姉さんのことを聞かれたばっかりなんだけど。クロエか？そんなに嫌いなの？どうしてそんなに嫌ってるの？当然ではあるんだけど、ちょっと理由が聞きたくて。乱暴者だし、ゴーレンに怪我させたし。あ、それにあいつの目見たことある？濁ってギラギラしてるの、気持ち悪い。そう、ところでどうしてここにいるの？ボルテックスクラブに興味があったなんて意外。ただのバイトだよ。誰に頼まれたの？誰に頼まれたの？ジェファソン先生が声をかけてくれたの。ジェファソン！バイト代と奨学金だけじゃ足りなくて、私容量悪いしさ。そんなことないよ、ステラは頭もいいし。ジェファソン、なんかジェファソン先生さ、姉さんと結託してるとかないか？このパーティー開いてんの？ね、どうしたの？真剣な顔して。違うかな。ちょっとね、姉さんを探さないといけないの。それと彼に会ってもあんまり近づかないでね。危ないよ。どうせここで仕事してるだけだし、もし姉さんが来たらメールで教えるよ。大丈夫かい本当に。じゃあ入るか。やば、これは秘密のクラブ感あるね。闇を感じますね。うわー、すげえ DJ してるプールサイドで。俺こんなとこ紛れ込んだらもうあれだ、ビート板が置いてあるとこの影にずっと隠れてるわ。何言ってんだこの女。みんな薬やってんちゃうのこれ。お酒どこ？お酒どこ？やばやばいやばいやばい、もうもうマックスちゃんの表情ね、心なしげがなんか陰ったもんね。いる友達、やべえな。そんなね、陽キャに見えないですけど。結局このパーティーの趣旨って何なわけ？やばすぎないこれ。でもなんか超ナイスバディみたいなキャラクターっていないよね。これなんかアメリカとかでしょ多分このゲーム。名前的にマックスとか。レイチェルは死んでた。死んでたね。なんかスーパーチアリーダーみたいな体型の子ってあんまいないよね。おお、どうだ、うまくいってるかブルック。ブルックじゃない、マックス。まさかこんなところで会うと。お前もビート板の影に隠れてなくていいの？私も。ところでネイさんを探してるんだけどブルック。私は見てないよ、あんなやつ。わざわざ会いたいとも思わないし。そうですね、あいつもクラブも大嫌い。じゃあどうしてここに来たの？まさか誘われたの？課題もなくて退屈だし、ちょっと待ち合わせにね。ウォーレンには会った？
さっき外に行ったよ。後で彼と一緒にドライブインデートのプランを考えることになってるの。ちょっとなんか、まずはディナーに行きたいって。ちょっとマウント取ってるよね。ちょっとマウント取ろうとしてるよね。すごく素敵。よかったね。ブルックとウォーレンが楽しそうにしてると私も嬉しいよ。ありがとう。デートの話とか自分勝手だとは思うんだけどね。ケイトのこととか異常気象とかあるときに。そんなことないよ、うん、ブルックは自分に正直でいようとしてるだけ。まあそうだな。みんなそうだって。どうしたの？悟りでも開いたみたい。雪と日食の影響で変な力に目覚めたとか。正解。今なら空でも飛べるんじゃない？空は飛べません。超能力。超能力があってもいいことばかりじゃないと思うよ。大いなる力には大いなる偽りが伴うみたいな。そんなものかな。アルカディアベイを守って悪と戦ったりできればいいのにね。まあね。じゃあまたね、ブルック。またね。来週一緒にドローン飛ばそう。まあ、ブルック的にはさ、マックスとウォーレンがいい感じというか、ちょっとそういう関係なことは分かってるわけじゃん。でも、まあ、そこでウォーレンが好きだから、ブルック的にはちょっとマウント取りたいって気持ちはあるんだけど、やっぱいい子だからそこまで、なんていうんだろう、悪い女、嫌な女には徹し入れてないよね。そこまで嫌な人ってね、出てこないんだよね、姉さんは除いて。来週の話はまた後でね。飲み物ください。エナジードリンクと炭酸ソーダが山ほど。お酒もどこかにありそう。いや普通にお酒絶対あるでしょ。こんなこんな大騒ぎのパーティーでお酒がないはずがないもんね。あ、コートニー、どうした？酔っちゃった。コートニー一人で飲んでる。テレアもビクトリアもいない。何かあった？どうしたの？ビクトリア姉さんに連れ去られた説ないかな。ルーク、ルーク久しぶり。マックス、やっと気を許せる人に会えたよ。誰？姉さんを探してて。いやー、ここの連中とは付き合いにくくて。それでどうして姉さんを？嫌な予感がするんです。いや、なんとなく嫌な予感がするだけ。またケイトみたいなことが。俺、姉さんはいつか痛い目に会えばいいと思ってる。こいついいやつだな。実はね、ウォーレンが姉さんに強烈な頭突きを決めてくれたんだ。ね、頭突きが急所に当たったからか、ロケット頭突きが。すげえな、ウォーレン。こうなったら、あとはあのイカごと街から追い出すだけだ。無理なんだよな、そんなの。ボルテックスクラブ。難しそうだね。プレスコットが街とボルテックスクラブを牛耳ってるうちは。俺はボルテックスカルトって。ドレスコードだ、VIP だ。何様のつもりだよ。わかるよ。じゃあ私もう行かないと。ありがとう、話聞いてくれて。こっちこそ。俺ケイトの件以来マックスのこと尊敬してんだ。またな。ありがとう。いや、いいやつ多いな。姉さんの場所を知らない。どこかに隠れてる。なんか着替え室とかがさ、特殊な場所になってたりするんじゃないの？このVIPの中のVIPみたいな。何やってんだこいつら。むしろ成功じゃね。あ、君いいですね。あなたいいですね。一緒に写真撮りましょう。ちょっとあれどこ行った？あ、いたいたいた。お前邪魔だよ、お前邪魔だよって思ったら、この子も女の子か。いや男か。いやどっちだこれ、男か。ちょっとビクトリア感あるけど。陽キャのパーティーすごいなね。目いってるもん。目の焦点合ってないもん。あそこの奥、これは怪しいですよ。女、中に入りたいんだけど。悪いけどこの先は VIP 専用スペースなの。わかる？悪いけど私はゲストなの。あ、俺書き換えた。俺書き換えたよ。あんたみたいなのが VIP リストに入ってるわけないじゃん。ちゃんと見ろ、ちゃんと。私はうざいな。入りたいならコートニーに行って。僕入ってるんですよ。ここで書き換えましたよ。ちゃんと見ろよ。 VIP ラウンジに入らなきゃ。見る。ほんとダサい。やっぱこういうとこがあるんだな。ふざけんなよ。用心棒いる。用心棒いるんだけど。入ってもいいことないって。あ、お前は入れないな。お前は入れない。
VIP とか言ってバカみたい。悪趣味よな。つまんないパーティーの必需品。お祭りとかでさ、めっちゃ欲しかったやつ、子供の時祇園祭りとか行って超欲しかったの。でも家帰ったらさ、買ってもらって家帰ったらもう別にいらないっていう。お、お、お、いける。あら、どうしたどうした。何してんの。マックスじゃん。なんだこれ。そんなんじゃないよ。スーパーマックスレベル、そんなんじゃないよ。ライブス生きているって。いやでも可愛いくない、この写真、この写真。あいつじゃないのこれ。くそ、あれ何だったんだ。めっちゃ落書きある。エナジードリンクとエバークリアのカクテルだろ。ジャスティン、あれ落書き。あ、写真撮れる。今はそんな気分じゃないけど、面白い写真になりそう。あー、なるほど、角度がいいのか。確かに面白い写真になるな。これ書いたやつやっぱセンスいいな。ここで手洗ってるやつがちょうどね、このそこになるというか、ちょうど合わさる場所なんだね。センスいいな。あれ、マックスじゃん。クソつまらねえパーティーにようやく救世主登場だ。いやー、死んでる。なんかだいぶ出来上がってるみたいだけど、つまんなそうだね。そもそもどうして来たの。他に行く場所なんてどこもねえからさ。だってよ、デーナも来てるし。まあ俺とじゃねえけど。腹立つなこいつ。だからクソつまんねえとも言えるわけですよ。なんか牛沢みたいな感じの喋り方してるな。ねえ、姉さん。ところで姉さんを見てない。どうせ VIP ラウンジでボルテックス連中と騒いでんだろ。腹立ってきたな。マジで気に食わねえ、ほんと。特に姉さん。お前の前髪、お前お母さんに切ってもらってんのか、それ。絶対やらかすぜ。きっとね。だから今日は姉さんに近づいちゃダメ。他の人にも伝えて。やべえからな。ちょっと今日変じゃねえか。なんかえらい余裕ない感じだし。鈍感な俺でもわかるよ。何かあったのか。どこでわかる。とりあえず一服いっとく。うん、なんで一服って、うん、大丈夫。それいりません。もう行かないと。ジャスティンも外の空気に当たってきた方がいいよ。さすがマックス、いいこと言うね。確かにここにいても気が滅入るだけだ。こいつ何なんだよ、こいつ喋り方。一応スケボーでもやってくるか。急に悟空みたいな喋り方しやがって。他も聞ける。マジですぐ帰るって。グアドゴーグバルって。こいつのトイレの仕方かっけえな。あ、吐いてんのか。小便器で吐くなよ、大便器で吐けよ。ちょっとそろそろ出てもらえますか。めっちゃ混んでんな。1時間くらい吐いてるんじゃないの。なにこれ。やだ、なんでこんなものがあるの。あ、吐いてる吐いてる。みっともない。これなんだこれ。出てきてくれないと。怪しいことしてるか吐いてるか。おいおいおい、ちょっと入れてくれ、入れてくれよ。俺もいいサムネを撮らせてくれよ。クロエかな。クロエもそれどこ行ったんだろうな。賛成賛成。じゃあここはもういいのかな。何これ。そんなにトイレットペーパーで遊ぶの楽しい。きたね、トイレだな。すごいなこれ、照明とかとんでもないことになってる。じゃとりあえずあそこに一人で飲んでるやつに聞くのかな、所在と。VIP ルーム入れてくれってこと。フォトニー、もしかしてあれかな、落ちちゃったのかな。 VIP 落ちしたんですかね。フォトニー、何してるの。マックス・コールフィールドがボルテックスクラブのパーティーに来るなんて。来ましたよ。雪でも降るんじゃないの。でも降ったか。それで何か用。一人でいるのも嫌だったから。どうぞ仲良くしようよ。私の名前もあるはずなのに入り口の人が通してくれないの。あなたが名簿に。お、いい。ありえないと思うけど確かめてみるから。ついてきて。行こう、普通に行こう。マックスがゲストに入ってるはずだって言うんだけど。ウケるよね。そう、ゲストなんですよ。マックスヒーローですよ。ここ書き換えてたのでかかったんじゃない。それ私の名前でしょ。ちょっとバカにしてるの。これ私の字じゃない。
やべえ。ここは私が作ってるんだよ。やべえ。ビクトリアの言ってた通り、あんた本当うざい。どこまでして入りたいの？そうなんですよ。もうボルテックスクラブに近づかないで。わかった。ちくしょう、全然いい子じゃなかった。さっさとどっか行ってよ。くそー、書き換えてもダメだったか。そりゃそうだよね、名前違うんだもん。なよお前。お前普通にお前あんま可愛くない方だからな。 VIP ラウンジに入るには他の方法を考えなきゃ。いやいや、思いっきり走ってさ、そこ入っちゃって時間戻したらいいだけじゃないの？そういう方法取れないんですか？この話聞いてた？あんたは入れないの？じゃあこの女に色目、この男に色目使うか。バカみたい。他の方法、どっかから実は入れるみたいな。入れなさそうだな。休めばまた飲める。お前外行けよ。早く外行けよお前。他に知り合い、アリッサ。アリッサ、何しに来たんだお前。帰りなさい早く、こんなとこ。無様にプールに落ちた姿を見て、それ聞く？落ちたんかい。にしてもマックスが警告してくれないなんて珍しいね。あら、落ちちゃったんですか？いつ落ちたの？アリッサ、無様に。いつ落ちたの？お前いつ落ちたんだよ。これもうあれだな、もう勝手に落ちてんな。そんな嘘でしょ。え、アリッサ、守るタイミングがあったのか。いやどうだろう、ちくしょう、守るタイミングあれかな、できなかったのかな。おい、コートに入れろよお前、名簿のリストに書いたんだから。別の方法で入ってみせるから。別の方法っつってもな。ブルック、来週の話はまた後でね。反対側から入れないかな。やべえな、1秒も寄りつきたくないですね、こっちから。あ、おお、本当に物理的に別の方法から。いや、おお、危ない危ない。おい、感電するぞ。いや、感電するぞ。待てって、おい、誰が曲止めたんだ。まずい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 、急げ急げ。なんだよ、そこあんたのよ、何してくれちゃってんだ。誰だ。動けない動けない動けない。ああ、捕まった。なるほど、捕まんのか。え、でも前からも後ろからも来てたけど。落として、いい、通れるだろ。でここで戻れば反対側に行ってるってことにならんかな。あいつ来んの早えな。反対側に来てるね。いや通れるだろ。通れるでしょ、頑張れば普通に通れるでしょ。イエーイ、俺もボルテックスクラブのメンバーだ。向こうの世界ではボルテックスクラブのメンバーっぽかったのにな。あ、ここが VIP。 あ、ケイトの笑顔がまた見れてすごく嬉しかったよ。今あまり時間ないけど、ウォーレンに会ったら俺言ってね。彼すごくいい人で、必要だからって学校の方持ってきてくれたんだ。会ったらハグしてあげて。やっぱウォーレンはいいやつだ。ボルテックスの顔なんだから絶対ここにいるはず。まあそうなんだ、座ってみるか。誰も疑問には思ってないんだな。ケイトは自殺未遂、レイチェルは死んだ。人殺しクラブへようこそ。本当だよ、セレブ気取りでいい気になって、他人のことなんてどうでもいい。もし今竜巻が来てくれたら、私ただ座って見てるよ。それがいいよ。でもクロエをほっとくわけにはいかない。やばいやばいやばい、これ襲われますよ。こんな気持ち嫌だ、怒りと悲しみしかない。いやー、やべえ場所だな。ダンスの仕方が面白いな。
さて、ここにビクトリアとかザッカリーとジュリエット。ザック、ジュリエットを傷つけたら絶対許さないからね。ジュリエットいいやつだからな。ザックとよりを戻したんだ。リベンジポルノとかされなきゃいいけど。されそう。私のパパより下手じゃない。よし、それじゃあ。これは違うか。すごいすごい。あ、トレバーとデーナ。確かにこいつらも。わざわざ有名 DJ を雇ったんだ。すげえ。VIP ラウンジでも踊りがダサけりゃ意味ないのに。確かにダサい。トレバーと末永く幸せに。マックスじゃない。来るつもりだったなら言ってよ。イエーイ、仲いいからなこいつ。ちょっとそれどころじゃなくてね、レイナ、姉さんを見かけなかった？ううん、トレバーと踊ってたからね。マックスも来なよ。それにトレバーのダンスひどくない？仲良さそうだね。すごく仲良さそうだね。まあね、彼はローガンとは大違い。将来の話もできるし、私のことも考えてくれる。そっか。でも姉さんには近づかないでね、お願い。近づくつもりもないけど。しかし姉さんもかわいそうだよね。家族のこととか大変そうだし。まあ病んではいるからな。でもボルテックスクラブではやりたい放題じゃん。うん、ジュリエットがボルテックスクラブをカルトに例えてたけど、あながち間違ってないかも。本当にひどいもの。レーナもそう思うんだね。別に友達と遊ぶのにクラブなんていらないし、トレバーたちと一緒にいるのも楽しいしね。もういいかなって。そっか、トレバーと楽しめてるみたいでよかった。でもね、彼ったらほんとダンス下手で、うわひどっ。姉さんの次のターゲットはビクトリア。教えてあげるべき。ビクトリアに言うべきか。いや、デーナいいやつだよな。なんか陽キャのいいやつってすごくよく見えるよね。なんか気持ちいいよね。あ、ビクトリアいる。西川くんもいる。ローガン、ちょっと話があるんだけど。マックスか、いいぜ。でもその前に一緒に踊れよ。あ、いいんですか。いい。姉さんを見てない。なんだよ、ビクトリアもテイラーも断りやがるしよ。お前顔見ろよ。会いたいのか。普通にかっこよくないからな。でも見た目は、でも数十年後はなんかデイビッドみたいな見た目になりそうな感じがちょっとするんだよな。いいから教えて。あのいい男に。あいつの親父を狙った方がいいぜ。このクラブの資金源だしな。 VIP ラウンジ様々だ。ただのプールでしょ。で、姉さんは見てないの？ビクトリアに聞けよ。あいつなら知ってるだろ。なあ、なんでそっ詰めてんだよ。お前イケてるした。たまには話でもしようぜ。仲良くしたいんだな。何を話すの？何を話すっていうの？ビッグフットの次の試合のこととかさ。お前も見に来いよ。あれ、くどいてんすか？お前にタッチダウン決めてやるぜ。うるせえ。ローガン、本当に怒るよ。ああ、なんか驚きも失せちまった。じゃあな、マックス。俺は面食いなんだよ。お前みたいなね、角刈りには興味ねえんだ。ローガン、これからちゃんと考えて行動するようになるかな。いじめっ子だしね。いいか。じゃあビクトリアに教えてあげよう。ちょっと、なんであんたがここにいるわけ？私、ゲストなんだけど。ありえないし。ちょっと黙ってて。今は無駄話してる場合じゃない。教えてあげるんだよ。言うじゃない。私が一度謝ったからって調子に乗らないでよ。そんなことどうだっていい。つい先日ケイトが自殺しようとしたんだよ。ここにいる全員の目の前で。私のせいじゃないわ。そういう、そこは一回置いといてさ。そこは責めなくていいから。姉さんのことを。本当に許せないのは姉さん。でも助けようとしなかった全員にも責任がある。ケイトははしゃいでるようにしか見えなかったの。私にどうしろって言うのよ。薬飲んでるシーンは見てたと。何よ、だいたいそれを言うなら私以外誰も姉さんのこと心配してないじゃない。そっちはどうなのよ。話をすり替えるのはよして。喧嘩してるよ、ね、私は普通の学生なの。成人君子でも何でもない。ただ写真家になって有名になりたいだけ。
ジェファソン先生、無理じゃない。あ、写真すごいよね。ちょっと褒めていこう。ビクトリアの写真すごいと思う。人を押しのける必要ないよ。甘いわね。親がギャラリーを持ってるからわかるのよ。人を蹴落とさなきゃ勝てない世界なの。厳しい世界なの知ってんのか。まあ私は先生をコンテストから追いやっちゃったんだけど。まあね。でもありがとう、また褒めて。私すぐ自信なくしちゃう。怠ってたら弱いんだよな。悪そう、なんか一見悪いやつって。でも結局自分次第だと思う。自信なくしてたんだな。そうは思えないけど、言いたいことはわかるよ。うまくいってる、うまくいってる。私たちって友達になる。あら、なりましょう。友達だよ。友達でいいじゃない。お互い写真家を目指してるし、変わり者で見えっ張りだし、わだかまりを忘れて付き合えば。そう、別の世界だと超仲良かったからね。そう思ったこともあった。私の写真をアベドンっぽいって言った時に。そうそう、すぐ正気に戻ったけど。戻んじゃない。もったいないな。きっと素敵な友達になれたよ。うん、そうかもね。きっとそうだよ。なれますよ。ボルテックスに入る気ない？おろ、間に合うよ。誘ってくれる。間に合うといいんだけどね。あんな喧嘩してたのに。いやいや、警告するでしょ、これ。これ、死んじゃうでしょ、下手したら。怒られるのかな？あなたの身が危ないの。ビクトリアが姉さんと仲いいのは知ってるけど、あんな危険なやつ信用しちゃダメ。もっと説明して、もう。姉さんはね、ケイトに薬を持っただけじゃなくて、その後、怪しい場所に連れ込んだんだよ。そうそう。そんなわけないじゃん。そのさ、証拠の写真を持ってこいよ、お前は。まだわからない。でもケイトを見たでしょ。そして次はビクトリアが狙われてる。信じてくれ、友達だろ。姉さんは私の一番の友達なんだけど、ちょっとした問題は起こすけど、それだって彼のせいじゃない。全部あのろくでもない親が原因よ。ちょっとどころじゃないよ。全然ちょっとじゃない。あいつの趣味なんだよ。私のことは嫌ってもいいけど、この話は信じて。確かに私がペンキをかぶった時、マックスは気にしなかった。そうそう、お、信じてもらえる。今までの選択肢が。マックスのこと嫌いじゃないよ。来てる来てる来てる。悪者だけどね。いじめっ子と和解してる。私きっと嫉妬してるんだと思う。マックスと違って人の考えを気にせずにいられないから。本当はね、私も最近の姉さんが怖いの。信じてもらえた。けてないけど、とにかく姉さんには近づかないで。そうそうそう。それと絶対一人にならないように。それだけでいいから。今回はいいこと聞いてあげる。今夜は他の子たちと一緒にいるようにするから。心配してくれてありがとう。すげえ。でもその話が本当ならあなた。うわー、いい。私は大丈夫。いい。あと、もし何かあったらね。めっちゃいい。すげえ。ありがとう、ビクトリア。じゃあね。いじめっ子を虐殺せずに済んだぞ。うわー、悪い子じゃないんだよな、やっぱり。話せばわかるんですよ。話せばわかるんですよ。ビクトリアと私にも望みがあるのかも。あるね。忠告してよかった。別の世界で見てたもんな。いや、よかったよかった。あ、あ、こう言ってたと一緒にいるようになってるのか。ありがとう、マックス。わ、気をつけてるから大丈夫。わー、やっぱこれ仲良くなれたってことだよな。後日談とかもしもあれば、ビクトリアとちょっとなんかカフェとか行って将来について語り合うようなことがあったりするのかな。だったとしたらかなりいいんだけど、ね、お菓子だけ。ボルテックスクラブにしてはケチだな。ボルテックスの VIP バー、お酒出してる。いやだな。テイラー。え、マックス。いじめっ子の一人ね。こんなとこで何してるの？テイラー、姉さんを見なかった？見てたとしてもあんたには関係ないでしょ。おい、ビクトリアとバンマブだぞ、俺は。早く出て。姉さんに気をつけて。ビクトリアの腰巾着も大変だね。それと姉さんには気をつけて。はいはい、もう行って。こいつでも見た目的にはかなり可愛いんだよな。見た目は相当いいんですよ。おいおいおい、酔いつぶれてるのに誰も解放してない。誰も何も学んでないんだ。学んでないのか。なんか気持ち悪いやついたな今。なんかクラクラするな。ヘイデ、これ俺だけ。
ダメだ。そうだろ、こいつ女はべらしてんな。誰だよヘイデンって。ヘイデンがまた絡んでる。ねえヘイデン、見ろよスーパーマックスが。あれこいつが西川、こいつ西川くんのまた別のやつか。姉さんを見てない。悪い、ちょっとやりすぎたみたいでさ頭回らないんだわ。完全にお酒飲んどるやろ。マックス元の座りだよ姉さん。うん、姉さんを探してるだけだから。俺も姉さんを待ってんだよね。さっき仕入れを頼んだところ。あ、薬決めてる。マックスもさ、あれだよあれ、せっかく来たんだから盛り上がって行きなよ。今そんな気分じゃないから。それで誰か姉さんを見てないの？そこら辺にいるやつに聞いてみれば。それともやっぱ隣に座りたくない？あ、私面食いなんで無理です。ショーン・ブレスコット。でもブレスコットのお父さんのことを言うてもな。ビクトリア。ビクトリアはどこ？さっき見ただろお前。自分で探してくれよ俺はほら今いいとこだからさ。いいとこですね、絶好調ですね。なんだよしらけるな。人生楽しまなくちゃ損だろ。せっかくマックスとデーナがパーティーに来たって喜んでたのにさ。デーナ好きなんだ。マドセンじゃねえんだからさ。前のパーティーでケイトに起きたこと忘れたの？どうだよ。とにかく姉さんには気をつけてね。俺には関係ないね。こいつも姉さん側だからな。言えば薬をもらって。もうわあ、なんか水タバコみたいなやつかあれ。よし、じゃあ今回はこれぐらいにしておきましょうか。ご視聴ありがとうございました。今回のパートかなりいろいろ分かりましたね。うん、まあ、レイチェルは死んじゃってて、そしてこのボルテックスクラブ、潜入することができたんですけど、かなりヤバそうですね。今姉さんが何をしてるかってのも気になるんだけど、まあでもなんかビクトリアとちょっと仲良くなれたことが一つなせたのかなと。フランクとは仲良くなれませんでしたけど、失敗したので。いやでもビクトリアと仲良くなれてちょっと良かった感じがします。じゃあ今回はこれぐらいにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。次回に続きます。デトルトさーん。